エンマップはゴードン・リオンによって書かれたセキュリティスキャナである。ポートスキャン機能だけでなく、OS やバージョンの検出機能、サービス及びそのバージョンの検出機能など多くの機能を兼ね備えている。エンマップはゴードン・リオンによって書かれた非常によく知られたセキュリティスキャナである。名前はネットワーク上にどのような機器やサービスが動いているかという。 ネットワークの地図を作成することに由来する。ポートスキャン機能だけでなく、特定ポートで動作するサービスアプリケーションの種類とバージョンを検出する機能、TCP、IP スタックフィンガープリンティングを用いた OS 及び、そのバージョンを検出する機能など、多数の機能を備えており、2010年現在のバージョンでは指定可能な引数は100種類を超える。また、 ルーアスクリプト言語で記述されたスクリプトを介するスクリプトエンジン、エンマップスクリプティングエンジンが用意されており、これを用いてスキャン動作を利用者がより柔軟に取り扱える仕組みが備わっている。セキュリティ関連の書籍で取り上げられることも多く、linuxqustion.org e、S T I o、主催のネットワークアプリケーション部門のベストアプリケーション賞5年以上連続して、 受賞してていいるるなど多数の高評価を得ているこのようなツールがセキュリティ分野以外で取り上げられることは少ないが、マトリックスリローデッドでトリニティが脆弱な SSH サーバーを発見する際にエンマップを用いていることはセキュリティ分野の人々の間ではよく知られており、このことはエンマップ作者のサイトやセキュリティ会。 最大コミュニティポータルである securityfocus.com などで紹介された。エン m a p 作者は馬鹿げた 3D アニメーションで取り繕ったようなハッキング場面を用いる演出の映画が多い中、マトリックスのそのハッキング場面を見て大きな衝撃を受けたと語っている。また、エン m a p はこの映画以外にも複数の映画においてハッキング場面や 登場人物がハッカーであることを演出する場面などで使用されており、これらの画像はエンマップ作者によってカタログ化されている。エンマップの誕生は作者のゴードン・ディオンがフラックにポートスキャナーを投稿するところから始まる。フュードは当時ポートスキャナーを探していたが、当時のポートスキャナーはどれも自分に合わないものばかりであったことから自分が使いたいものを作ろうと考え、 そうして出来上がったものがエンマップの初期版である。そして作成後、自分以外にもこのツールを使いたい人がいれば使って欲しいという思いでフラックに投稿。そのツールが1997年にフラック51号にソースコード付きで掲載され、エンマップが世界に知れ渡ることになった。フラック51号への投稿の段階で、その時点で発見されていた複数の ポートスキャン方法に対応していた。その後、フュードはフラッ五54号で OS 及び、そのバージョンを検出するアイデアを発表する。もちろん、エンマップに実装の上である。この発表までは、OS の検出手法といえば、サービスプログラムから返される文字列タイプのバナーを確認するというものであった。例えば、対象サーバーに、 テルネット接続した場合に表示されるフリーブースド i386 ログインといった文字列である。このバナー表示を信じればこのシステムはフリーブースドということになる。対象 OS が何であるかという情報はネットワーク攻撃においては重要な情報であり、それがゆえ昨今ではバナーを隠すことはごく普通に行われていることである。Nmap では TCP,IP スタックフィンガープリンティングと呼ばれる手法を用いて OS とバージョンを特定する。これは OS ごとに TCP,IP スタックの実装が微妙に異なることを用いてポートスキャン同様のパケットに対する挙動をもとに OS およびそのバージョンを特定するというものである。一例を挙げると TCP フィンスキャンは BSD 由来の TCP IP スタックで有効に働き、Windows には有効に働かないといった違いがある。このような挙動の違いを集めることで、対象 OS およびそのバージョンを特定できる可能性があるわけである。初期には C が用いられていたが、後に C を用いるようになった。また、上記はいずれも IPv4 を対象としているが、後に IPv6 や、 SCTP にも対応するようになった。このように多数の機能を備えたセキュリティスキャナであるが、さらにルーアスクリプト言語で記述されたスクリプトを介するスクリプトエンジン、エンマップスクリプティングエンジンが実装されることとなる。アンセを用いずとも様々なスキャンが可能なエンマップであるがアンセを用いることでスキャン動作の自動化、より多角的な診断を行うことができるようになる。 これら、Nmap の歴史の大半は、付属資料にも記されている。初期版には含まれていなかった機能で、SCTP におけるポートスキャンである。Nmap のスキャンの特徴の一つに、スキャン速度の自動調整機能が挙げられる。これは、相手サーバーからの応答状況に応じて、スキャン速度を調整するというものである。n マップでは、パケット破棄されることが前提となるような特殊な、 パケットを喪失するケースが多い上、OS およびバージョン検出機能などのように、単一のスキャン機能で複数のパケットを喪失するケースも多くある。そのため、Nmap 作者は処理速度、パフォーマンスという要素を重要視している。単にパケットを喪失する感覚を短くするだけでは、相手サーバーの処理能力以上のパケットを投げてしまう可能性がある。こうなると、 パフォーマンスの向上にはつながらない上に、相手の侵入検知システムによって、スキャンパケットが引かれる可能性もある。このような状況を避けつつもパフォーマンスを維持するため、相手サーバーからの応答状況に応じて、スキャン速度は自動的に調整されるようになっている。また、時間に関する各種パラメータのいくつかは、オプション引数で指定可能となっている。エンマップが単なる、 ポートスキャナではなく、セキュリティスキャナと呼ばれるゆえんとなる、機能の一つが、OS およびそのバージョンを特定する機能である。これは、フラック54号で発表された。すでに TCP フィンスキャンで説明したように、BSD ベースの TCP、IP スタックは、他のシステムと異なる応答を返す場合がある。このように、OS ごとに TCP、 IP スタックの実装が微妙に異なることを用いて、ポートスキャン同様のパケットを創出、それらのパケットに対する挙動をもとに、OS およびそのバージョンを特定するというものである。この手法が確立されるまで、OS やそのバージョンを特定する方法といえば、アプリケーションサービスのバナーなどに頼るしかなかったが、この手法では、単にオープンポートとクローズドポートが一つずつあれば、 確認が可能となる。円マップは様々なパケットを送り出し、それに対する応答パケットの特徴を確認、その結果を多数の OS 及びバージョン情報に付き合わせて応答パケットの特徴との適合状況を出力する。完全に一つのバージョンに特定されるとは限らず、可能性のある複数の OS がパーセント表記で結果表示されることもある。エマップには ルーアスクリプト言語で記述されたスクリプトを介するスクリプトエンジン、Nmap スクリプティングエンジンが実装されている。このエンジンの実装により、Nmap が行う各種スキャンをスクリプト記述することができるようになっており、これによってスキャンの自動化、一括化、利用者レベルでのスキャン挙動の調整が可能となっている。ありがとうございます。